こんばんは。こんばんは。今日私はですね、大通りにありますかき料理のお店ひらくさんに来ております。かき料理ひらくさんは、緑ちょうちん、全国3500軒の中の、第1号店として、お店をされているですね、コラボさせていただくことになりまして、藤社長、ラーメンとかきというちょっと新しい僕の試みなんですけど、はい、失礼ではないですか。うちの美味しいかきと狼スープの美味しい味噌ラーメンをコラボするとどういう風になるのかなと提案していただいて大変楽しみしてます、はい、創業者の平子ママさん、はい、この漁師さんのかきがとっても美味しいので、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいという思いでお店を始めたんですが、これは本当に天然の牡蠣になってまして、ね、結構大きいですね。そうですね、これは28年か30年ぐらいの牡蠣なんですが、天然の牡蠣があった場所なので、まあ、岸っていうとアイヌ語でアッケ岸って言って、牡蠣のある場所という意味のアイヌ語なんです。アッケ岸って、今はアッケ岸になりましたけど、今の時期の牡蠣、春牡蠣って言われてるんですけど、またそれは、ね、そうですね、美味しい第二の旬って言われて、雪解けの水が湾にたくさん注がれまして、植物性プランクトンが大量に注がれますので、それと元々の動物性食プランクトンと一気に取り入れるんです。海水温がね、高くなってくると牡蠣も活動を始める、食欲も、そうですね、旨味が増すんですね、コクが出て、で第二の旬と言われまして、大変美味しいです。今の時期よろしくお願いします。こちらこそお願いします。何言ってるのか分からない。長くなっちゃった。牡蠣食えば腹が鳴るなり豊漁師。生牡蠣、生米、生卵。隣の客はよく牡蠣食う客だ。ありがとうございました。えです。